どうもなおちんです。本日もモンハンストーリーズ2やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はこれをやってないと少しもったいない、いや少しどころかかなりもったいない小技やっていきたいと思います。ほんとね、これをやってないとかなり損するので早めにやってください。それがね、何かというと、この壺です。皆さん使ってます？いや、使ってないなっていう人いるかもしれないけど、これ使わないと本当にもったいない。本当にもったいないのよ。例えば、お祈りでね、特訓のお祈りをすれば、経験値が 7% アップします。怪力だったらば、ダメージが 7% 上がる。でかいよね。そして、お供え。これね、レベルマックスの時だったらば、特訓の札で 25% 経験値アップ。で、防御とか力だったらば 15% アップ。7% と合わせて 22% アップするのよ。めちゃくちゃ美味しいですよね。だから、これを使わない手はありません。で、これを使うにあたって、壺のレベルっていうのがあります。最初はレベル1からスタートして、最大レベル20まで上がります。20まで上がるんだよね。これね、さっさとレベル20まで上げましょう。そんなにすぐに上げられないよっていう人いると思うけども、のん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 、すぐに上げられます。俺はね、結構アイテムずっと取っておくタイプなんですよね。例えて言えば、ラストエリクサーとか、ファイナルファンタジーでね。で、ドラクエだったら、世界樹の雫とか、もうもったいなくて使わずに取っておいて、最後の最後まで、あ、使わなかったなーっていう感じなのよ。このお札も多分そのタイプ。もうね、全部ぶち込みましょう。持ってるやつ、2、3個残して残り全部ぶち込みましょう。うん、俺も全部ぶち込みました。ちなみに、レベル20にするまで、お札が170個必要です。で、これ、1回に何個でもお供えすることができます。なので、一発で、170個入れちゃえばいいんですよ。170個。効果時間は99時間から変わりはないんだけども、このお供えする個数っていうのは、もう無限にお供えできるので、もう、全部いっちゃいましょう。うん、もったいなくない。後の方になると腐るほど出てくるので、もうどんどん入れちゃってください。よろしくお願いします。シャキーン。ということで、今日は祈りの壺の有効活用法やってみました。まだまだレベル低いよっていう人、手持ちのお札全部ぶち込んじゃいましょう。俺もぶち込んだらすごく効率が良くなったので、今すぐやってくださいね。はい、ではまたやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。